なるほどね。常に初心を忘れず、時には原点回帰をするのも良いものだと思うのだよ。かつてと同じモチーフであろうとも、それを扱う僕たちの方に蓄積され、変化している部分が必ずある。己の視点と現在、立っている点を見比べ距離を測れば、己が辿ってきた道のりがおのずと算出できる。振り返ることで拾い忘れていたものに気づくこともあるだろう。僕もたまにね、幼い頃夢中でスケッチブックに描いていたデザインを掘り返して、今の技術で仕立ててみることがあるのだよ。道に迷った時などには気分転換にもいい薬にもなる。けれど、愚かな未熟な影平、振り返ってばかりでは何にもならないからね。一歩ずつでもいい、つまずいてもいい、着実に前へと進みたまえ。僕もそうしている。うむ、こちらは変わりがないよ。芸術の都パリの猛者どもと連日しのぎを削っている。不快なことも多いけれど、充実しているし楽しいのだよ。自ら選んで歩み始めた道だ。己が納得するまで進んでみる。君を放り出して寂しがらせて申し訳ないね。強がりなどは言わなくてもいいのだよ。ここには他人の通話を盗み聞きするような恥知らずはいないからね。うん、僕も寂しい。君に会いたいよ。けれど今はお互い遠い異国で各々の花を育てよう。それを持ち寄り、この世で最も美しいバルキュリーという花束を作る日を待ちわびている。うむ、あー、いや、バカにするな半人前。君の声を聞かないと一日が始まらないなどと浮かれたことは言わないのだよ。ちょっと気になることを小耳に挟んで、ね、最近我らが所属することにしてやった事務所コズプロに新たなユニットが生まれたのだ。そうそう、クレイジービーだったかね。下品な名前だね。天璋院が好きそうなのだよ。あれは品性と魂が腐っているからね。ともあれ、そのクレイジービーとやらにまつわる不穏な噂がある。この芸術の都においても、最近のアイドルという存在はそれなりに興味を引くようで、連日のようにあることないこと騒ぎたがりの連中がさえずってばかりいるのだけど、同じ事務所ではあるし、どうしようもなく近い距離にいるのだから難しいのかもしれないけれど、君はなるべくそのクレイジービーとやらには関わらないようにしたまえ。特にそこに所属する何だったかな、おかしな芸名をつけている者には要注意なのだよ。ああ、与田話だと思って聞き流していたのが悔やまれるね。けれど今になって急に不安になってね。こうして電話をしたわけだ。僕たちバルキュリーはかつて一度地に落ちた。同じ過ちを繰り返さないためにも警戒しておいて損はないだろう。うむ、 ES では本名で活動する者が大半なのに、珍しく芸名で活動しているようなので、すぐにそれと知れるだろう。何だったかな。すまないね、寝起きは頭が回らないのだよ。うむ、顔でも洗ってくることにするよ。何か思い出したらまた連絡する。君もバイトとやらに励みたまえ。ダビッツの子たちにもよろしく。ミートとも、どこかで会えたらきちんと腹を割って話したまえ。僕が言えたことでもないのだろうけど、君たちの間に亀裂が入ったままだと僕は悲しい。僕と君とミート。
三人で過ごした幸せな日々はもう二度と取り戻せはしないけれど、それと同じかそれ以上に尊い関係性を今の僕たちならば紡げるはずだと信じている。うむうむ。それではね、影平、君にも芸術の神が微笑みますように。ああ、ほんならな、おっさん。あんまりスマホに慣れてへんから未だに変な感じがするわ。こっちはこんなカンカン照りの真っ昼間やのに、向こうはまだ明け方やねんね。せやけど同じ丸い地球の上に立ってんねや。不思議。なんかネタが浮かんだかも。メモ用紙メモ用紙って、スマホに文字を入力すればええやん。これならデザイン画も描けるしな。ほんま、オールハンズって便利やわ。そういう衣装デザインとかできるような便利なアプリも紹介してくれるし。まあ、おっさんがよく炎上するせいで俺のスマホは巻き添えで機能制限されてるんやけど。影平先輩、お電話終わりました？なんか補充要員の人が来てくれたから顔合わせをしときたいし、そろそろビラ配りも再開しなきゃなので。ああ、堪忍な、智也くん。今行くわ。はい。今のお電話って五木先輩からだったんでしょ？何の話をしてたんです？ちょっと顔色が良くないですよ。何か悪い話だったんですか？いや、いいとも悪いとも言えへん感じやわ。おっさんも曖昧っぽかったんやけど、なんか変な芸名の人に気をつけろって忠告されたんよ。変な芸名？うん、その人の名前は分からへんけど、クレイジービーとかいう新しいユニットに所属してるとかいう話やわ。クレイジービー、それも知らない名前だな。補充要員のアルカロイドって人たちもそうだったし、なんか最近はまた新しいユニットがどんどん生まれる時期なのかも。あ、でも待ってください。確か何かネットの噂で聞いたような、変な芸名のアイドルがどっかで話題になってた気がします。なんかドッペルゲンガーがどうとか、普通にバカバカしいオカルト話だと思ってたんですけど。ドッペルゲンガー？